潤沢な順でございます。皆様どうもお久しぶりになります。ですね、やっぱり4月に入ると新年度ということでめちゃくちゃ会社が忙しくなっていきますよね。ということでセブンナイツも新規一点、来週やってくる新キャラ一体どんなやつなのかちょっと見ていこうかと思います。では参りましょう。ザドーン。はい、ということで本日はこちら韓国版の方でございますが、ちょっと図鑑の方を開いていこうかと思いますが、4月15日にはアップデートがあるという話にはなっているということなので、まあ新キャラ出てくるであろうと思われます。まず所属ですが、こちらハイドリッパーグループに所属するかと思われます。4番目の選手ですね。ジャックが先月、そしてまあアルフみたいなね、旧セブンナイツが入ってはきましたが、こちらです。ドドンと名前はチップという風に韓国語では訳されておりますが、日本版で名前どうでしょうかね、変わりますかね。チップ、他に名前あるとしたら、チップ、タップとか、ペップとかなんかなんとかップみたいな感じになりますからね。どうでしょうね、そのままもしかしたら名前持ってくるかもしれませんと。まあ見る限りちょっと悪そうなやつですね。ちょっとこれ今気づいたのが、角が片方折れてるような感じがしますね。はい、これが星4の状況。そして星5になりますと、特に角がまた生えてるというふうには見えませんね。この状態で折れたまんまですね。ちょっと先ほどから黒い服にデザインが加わったという感じでしょうかと。星6見ていきましょう。真っ黒なブラックの装いからちょっとね、緑色の服装に変わってきますね。まあどことなく戦争に向けたような格好ですよね。で、首に何かかけてますね。なんかなんだろうね、マスクかな、なんか毒ガスを防ぐようなマスクのように見えますと。で、覚醒するとこんな感じ。どうも、あ、なんかすんごい変わったね。どちらかといったらこの迷彩も、あ、一瞬パッて見た時に迷彩というか、なんか鎧のように見えたんだけどね。上の方の黄色と黒のこの質感がそんな感じに見えたけど、ちょっと違いますね。で、角の色が赤くなってる。生えてはいないけど赤くなってる角が目立ってんじゃねえか、迷彩になってないような気がするんだけどね。はい、ではこちらが最後の神話覚醒でドドンとどうなるかと。めっちゃ派手やーどこにいてもこんなんバレちゃうでしょこれね。すごいかっこいい。でも角がちょっとしばらく 2,3 秒こう待っていますと、ホログラムのように7色に輝くような形になってますね。うわ、かっこええ。で、体からなんか電気が走るようなビリ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 っていうのも出てますね。そして紫の迷彩、まあ今までのちょっと迷彩服を全て固めたような感じですね。で、ズボンが短パンになってますね。短パンで足とか見えてるよね。さっきまではダボダボって感じじゃなかった？あ、そうでもないか。惜しい。そうね、ちょっと短くなってるね。うん、短パンになってますね。膝までのちょっとズボンにもなってね。はい、では早速ちょっとスキルの方見ていきましょうか。モーションですが、ノーマルドン。なんだこれ、なんか蹴ってるね。あ、爆弾かこれ、爆弾か。あ、すげえ、ミサイルとかもついてる。今のが神話スキルですね。さあ行きましょう。なるほど。あー、かっこいいね。なんかあれ、これ一瞬見たら僕鬼滅の刃に出てきた炭治郎と戦ったあの蹴鞠をどんどん蹴ってく女の子を思い出したんだね。はい、次ザハラの風景っぽいね、街並みとか見ていくと。あれ、毒ガスか今の。マスクつけたもんね。入って爆発させたのが毒ガスってことか。それで自分もマスクして助かってますよ。そういうことね。で、覚醒スキルはこちらになっておりますと。あ、すんごい爆弾いっぱいあるね。おい
やっぱこのくらいの方が実感湧くね。最近地球とか星惑星を壊すぐらいのレベルのなんか壊滅をズドンって打つのが多いけど、やっぱりこのぐらいの方がまあなんかリアルさはあるよね、戦っていくっていう感じでね。はい、ではでは、ですね、韓国語なのでざっくりとした形ですいませんが、ちょっとスキルの方をお話ししていこうかと思います。パッシブになりますが、まあちょっとわかんないスキルとか出てくるんで割愛させてもらいたいですね。まずね、とりあえずね、味方の万能型、このチップに関してもどうやら万能型ですね、形としては。まあ日本版で出てくる時には敏将が絡んでくるということを考えると、おそらくこれは攻撃型タイプなんじゃないかなと思われます。魔法っぽくはないよね、なんか物理系の感じはしますよね。ミサイル使ったり、爆弾使ったりということなので、と、味方の万能型タイプの防御力がかなり上がると、で相手から受けるダメージを防いでくれるというものがあると。ただちょっとこれが韓国版のすごい複雑な感じの、ものになっているので、ちょっとその辺割愛させていただきます。うん、どう略したらいいのかちょっとわからない部分がありますので。あとは生命力交換というものがあるようです。これもしかしたらアベルのような仕様が出てくるかもしれません。自分のヒットポイントと相手のヒットポイント、高い方と交換というパターンのものがつくかもしれない。でプラスアルファで敵に攻撃力 300% の中毒効果を付与するという形で、もし状態上的なものを持っているとしたら毒？久々ですね、毒付与の可能性がある。まあこれ毒ガスの影響っていうのもあると思うんですけど、もしかしたらこの毒が付与されるっていうのはあるかもしれないと。で次行ってみましょう。毒のつながりで先ほどの毒ガス系のものをちょっと見ていきますと、味方全体に有害な影響をすべて削除します。つまりこれネガティブバフ解除ですね。ネガティブバフ解除がついていると。まあ珍しいスキルなんですけど、4人から5人の攻撃が 20% 減少するというようなスキルがレベル50になるとついてくるという感じになってますね。まあここのグラフィック的には中毒というか毒ガスみたいのを撒いていましたが、なんかねこっちの方にはね、毒がついてるっていうかネガバフがついて、自分たちが毒になってたらそれを解除するような形のなんかスキルになってるようですね。はい、そしてもう一つのスキルを見ていきますと、先ほどの爆弾を蹴っている、こちらはもうね、ただ攻撃しかないですね。バフゲインがまあ2ターンついてる、まあ韓国版が2ターンなのか4ターンなのか、どのくらいのこの弾性を縮めるかは分かりませんが、まあおそらく日本で来るとしたら4ターン減らしつつ、物理ダメージが入るという感じになっていると。で面白いのが覚醒スキルなんですよね。これがですね、回復の吸収を自分たちに付与する、この回復の吸収っていうのが面白くて、どうやらシルベスターが唯一韓国版では持っていたようなんですが、相手が今ちょうど出てきたこのクレミスが回復する、そうするとその効果を半分吸収して自分たちも回復するという効果を持つようなスキルになっております。これをね踏まえると、いきなりクレミスがちょっと不利な様子になっていってしまうっていうのを考えると厳しいよね。いくらなんでもね、20分くらいしか経ってないのにクレミス対策用のキャラがいきなり出てくるっていうのは非常に怖い。ただあのクレミスの回復っていうのは今ちょっとかなりメタっぽい感じもするから、まあもし吸収効果ついても何パーセントかっていうのは相当低いんじゃないかな。 10% を吸収して回復こっちもできちゃうぐらいとか、 20% を吸収するとか、なんかそんなような形かもしれません。どちらかによるかもしんないよね。もうこの回復っていうのを一切切り離した形で日本版が出てくる可能性もありますよね。もしクレミス生かしとしたら、この回復を吸収するみたいなスキルは日本版ついてこないで、どちらかといったら毒
毒を使用してくる可能性はありますよね。まあ毒なんてもう多分今思いつくのバードリーが最後ぐらいじゃないですか。バードリーあの辺りからもう毒とか来てないんで、状態異常は与えてバートリーのように毒の状態になっているところで覚醒スキル使うとこのさらに火力が出て打ち倒すことができるとか、なんかそういう条件があるかもしれないよね。そうね。だから毒によって例えばですよ、例えば覚醒スキルが2回使えるとしよう。その代わり条件的に相手が毒になっていたら回復吸収みたいな形、毒状態であれば回復吸収使えるみたいな条件になるかもしれないよね。まあどちらにしてもどうやらアタッカーという枠よりかバランサー、支援役的な感じの韓国版ではキャラになっているので、そうですね、日本版でどう持ってくるかでしょう。まず物理系は硬いかな。でパッシブで持っている例えば今イブの攻撃力魔法力を、まあ、120% アップするっていうのは脅威。逆に言ったら、まあ、この子防御力アップ系として持ってきてもどうなんでしょうね。防御系って、まあ、プラトンとかまあいるけどね。まあ逆に面白いのがヒットポイントの増加っていうのもほとんどのキャラクターいないからね。あの復活系でヒットポイントが今倍以上にあるような感覚はあるけど、そのヒットポイントを 30% 増しにするとか、なんかそういった形で回復系の支援型としてもしかしたら実装されるかもしれません。はい、ということで新しいキャラクターチップを紹介してみましたが、まあどうなっていくでしょうかねということもありますし、このキャラクターが来たことによってまあ外れていくキャラもいるけど、まあいきなりクレミスが外れるってことはまあないと思うんですよね。順番的にルディが結構まだまだ使われているから、そろそろルディのポジションを取っていってしまうのかなっていう感じもしないでもないですよね。どちらにしてもランドグリースとかそういった形の支援型キャラクター、後ろにワンバックとかではないキャラクターで実装してくるんじゃないかなと僕は読んでおります。ということで4月15日にアップデートはあるでしょう。そして新キャラがそこで入ってくると、まあアルフが実装されたのもちょうどね1ヶ月前ということもありますんで、まあ新キャラのガチャがやってくるのはもう目に見えているという感じになっております。ハイドリッパー枠なのでいずれ調合をするためにもアンテとかもし選択権とかいただけることがあったら貯めておいてそこで使ってみるといいんじゃないかなとは思っております。まだまだSP ダンジョンやってますんでね、いい感じでこのチップに与えるものもすでに用意しておいてあげてもいいんじゃないかなと思います。もうできる限りあそこは回して自分の今後使っていけるようなアクセサリーあるんだったらもうどんどん貯めておきましょうということでございます。はい、ということで本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッチョブチャンネル登録していってください。ではみさん、バイバイ、ありがとうございました。